おはよう。ございます。現在4時です。お仕事で、茨城の方に行くんですけど、今日はですね、まあちょっとその撮影の裏側みたいな感じで動画撮っていこうかなという感じでございます。このね、前回の納車動画で紹介したこの腰クッションがめちゃくちゃいいっすね。調子いいです。高ヤギふれあいの里フィッシングエリア、トラウト、ニジマス釣りですね。もうそろそろ到着する。あ、これもしかして、おお、なるほど、広っ。見てください、こんな感じで、このこういう池が何個もあるみたいな感じだね。入っていいみたいだ。やったこのメロディーがすごい今日の撮影場所はこんな感じですね。ワンコお、なんかシュッとした顔してるね。おはよう。なんか飛び上がりそうな勢いだからやめとこう。今日はあの大人ガレージっていう EC サイトの取材というか撮影でやってきたんですが、今日乗るバイクがこちらになります。かわいい、ちっちゃい。バイク取材史上一番小さいことでね、そろそろ始まるそうなので準備しましょう。これに竿がもう入ってるみたいです。すごい網と。すごい、ここは伊藤がいるらしいです。大きい伊藤が。なので今からこっちの三号池でやります。今日のセット、これが全部このバッグに入ってて、ほとんどあの白のクランクで釣れたやつ。調理していただきました、塩焼き、うそー、あと刺身と塩、持ち帰り用に内臓を取って、これが三枚おろしで。はい、じゃあお願いいたします。
ただきまーす、はい、気にしないで行っちゃってください。うん、美味しいですか、うん、今からキャンプシーンの撮影に入ります、はい、バイクを置いてここにテントを立てるということで、あのリュックに全部入ってるらしい。ヘリノックス、ダックス、ギアのシステムが株と一緒らしいです。遠心ギア、このアライのさ、ヘルメットがめっちゃ可愛い。こんな可愛いヘルメットがアライから出てるなんて知らなかった。テレレテテテテルテレレテテテテテ。動画走行シーンを今から撮ります今から伊藤を狙って居残りフィッシングです。レベルミノーでもう撮影は終わったので、ここからは居残りです。一回でかいのが鼻先まで行って、はい、チェイスだけ解散です。こんなやって運ばれてくるんだお疲れ様でした。ありがとうございます。お気をつけて。はい、じゃあね、私も安全運転で帰りましょう。まあ多分無理かな、一発で帰るの。めちゃくちゃ混んでるだろうし、めちゃくちゃ混んでるだろうから、多分サービスエリアで寝てちょっと仮眠して帰ろうかな。はい、ということでね、今日は一日、ウェブ媒体の釣りバイクキャンプの撮影でしたの裏側でした。本当に限界が来てしまいまして、みのりサービスエリアでちょっと寝ます。今7時、ちょっと寝ます。
寝て帰ります。危なかった。おはようございます。花瓶のつもりが本気にしてしまって、今9時半です。今から帰ります。もう今ちょっと道路見たらだいぶもうさすがに渋滞してなかったんで、やっと今から帰ります。1時間半はかからないと思うんで、めちゃくちゃ本気で寝てた。では安全運転で帰りたいと思います。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おいじゃのー。